牧野貞直は、日立笠間藩の、第八代藩主。江戸幕府の自社奉行、大阪城代である。成沢家牧野家十一代。文政十三年十一月二十七日、第三代藩主、牧野正式の四男、伏重政正の次男として生まれる。嘉永三年に、本家の第七代藩主、牧野貞久が死去したため、嘉永四年四月にその養子となって、 家徳を継ぐ。5月16日に江戸城祭の丸大手古門番に任じられ、12月16日にビンゴ神に任官する。嘉営5年11月28日の江戸城祭の丸火祭の昇華で功績を挙げた。嘉営7年4月26日、江戸城桜田門番に任じられる。安政5年6月25日に越中守に選任し、 万円元年6月26日に奏社番、12月28日には自社奉行に任じられる。しかし、文久2年の文久の改革で奏社番は廃止された。源氏元年4月28日、なお貞だから貞だとと改め、同年に起こった天狗党の乱では幕府軍として鎮圧に努めた。11月1日に大阪城代に任じられる。 慶応4年に1月の母親戦争では、大阪城代だったこともあって幕府方に組みしたが、その初戦であるとは、伏見の戦いで、幕府軍が敗れると、徳川義信が海路から逃亡したのに対し、家臣3人だけを連れて陸路から江戸へと逃げ延びた。1月20日に、大阪城代を辞任した。また、藩内でも砂漠派と尊王派に分裂して抗争した、結果、 新政府に属して4月8日に宇都宮藩に対して出兵している。明治元年12月5日、家徳を長男の貞康に譲って隠居する。明治2年8月12日に貞直と改名した。明治20年1月13日に死去した。去年58。ありがとうございます。